藤島恵リは日本放送 CP 局アナウンス室所属のアナウンサー。母親はフリーアナウンサーの藤島な美。長崎県長崎市出身。父母ともに地元局であるテレビ長崎にて勤務していた。長崎県立長崎西高等学校、2013年3月学習院大学文学部日本語日本文学科を卒業後の同年4月。 日本放送に入社。学生時代はフィールドホッケー部に所属しており、マネージャーを務めていた。また、学生時代から、フジテレビアナウンストレーニング講座アナトレへ通称しつつ、各テレビ番組に出演していたが、講師で元同局、フジテレビのアナウンサーであった、桜庭良平に勧められて、入社試験を受験した。2013年4月27日、 同局の慣例で7月15日の開局記念日に近辺に行っていた新人アナウンサーの初泣きを日本放送ザラジオパークイン日比谷の徳光和夫と森り火曜サタデー公開放送にて同番組のコーナーである万葉クラブグループプレゼンツ特産の私だけの記念日にてリスナーへお披露目と初泣きを同時に行う異例の対応となった その2日後の同年4月29日に、柿花だしあなたとハッピーの中継コーナーにて、レギュラーデビューし、以後同局のバラエティ番組のアシスタントメインで番組出演している。また、2015年1月26日に、フライデースクープそこまで言うか、の番組内コーナーで東京ディズニーリゾートから母子共演でレポートした。ラジオテレビラジオ CM。 ありがとうございます。